吸血鬼は生きること以外に何もしない。だから本当はみんな何も知らないんだ。さっきまずい血って言ってたけど、美味しい血とまずい血はどうして違いが。そういえばヤモリ君の血は美味しいんだったよね。ナズナちゃん曰く。ところで今日僕がかくまってあげなかったら大変だったよ。ほら僕女の子にしか見えないでしょ。だっ理由でしょうがないじゃない。な状態の方が男女どっちからもモテるんだ。そういうのよくわかんないからさ、人にやらされてるの二択で考えちゃって。ハツカさんも恋をしたんですよね。休憩ぼ僕か。なんだろう。ナズナちゃんと説明しろ。七草さんの言った意味は分かってる。そしてナズナちゃんは俺を守ろうとしてくれてるってこと。吸血鬼に明確なルールはない。だからヤモリ君と七草さんがこの先どうなるかは本当に分からない。今回むしろ危険なのはヤモリ君よりも七草さんの方。そこで僕から提案がある。君、僕の眷属になりなよ。けじめを求められてる七草さんが助かる方法は何？でも君が七草さんを好きになる可能性はあまりにも低い。恋心の片鱗も見せていない。ハツカさんである必要は？なんで？僕が男だから？いや別にそこはあんまり。君は僕が男であることを確認したけど、まあね、僕は可愛いからね。キャラ的に言わなそうだからびっくりするんだよ。僕なら君を吸血鬼にしてあげられるよ。